かつてはこの町も和を司るレムナント、ラバーソウルを中心に栄えていたのですが。戦か？いえ、ラバーソウルとの契約を引き継ぐ者が絶えたのです。レムナントは数多く存在しますが、その姿も司る力も同じものは一つとしてありません。しかし一点だけ共通していることがあります。すまん。で、なんだよ。どうすすま。契約者を失ったレムナント、いわゆるブランクレムナントは恐ろしい災いを、コラプスを引き起こすのです。我真是不幸。你让我看看，跟了那么多的契约。誰かいる。二人の男と黒髪の少女だ。貴様らエリーナに何をした？潮時か。这就是崩塌。简单来讲，就是召唤怪物嘛。现在失误的几率几乎是10%，或者是5%，我不确定。啊，骨级打骨吗？原来是丢骨头，概率。Yeah!
哈，这样也能闪？Oh no！ 好痛！側面を突き！夹子！どれ？好多是夹子。耶！赞，杀掉了，凉啊！就まだまだだ。是的。这个先看情况吧，先保留着。ダビッド様のご推測通り、空飛ぶ化け物の正体はレムナントでした。アカデミーに確認を取れ。イエスマイロード。一体何者なのか。情報が少なすぎて現時点では何とも。しかし思った以上に厄介な事件ですな、これは。うん、情報が揃うまではしばらく行動を控えるべきです。イリーナはどうなる。妹を見捨てろっていうのか。相手が単なる賊でない以上、軽々しく動くわけにはいかん。ダビッド。私も同じ意見だ。アカデミーも知らない未知のレムナントを持つ連中だ。下手に動けばアスラムを危険にさらすことになる。分かってくれ、ラッシュ君。哇嘞，好尴尬。どこへ行く？イリーナを探しに行く。ダビッドにとってアスラムが一番大切なように、俺にとってはイリーナが一番大切なんだ。今までありがとう。あとは俺一人でやる。まだ彼のタリスマンの謎は解けておりません。引き止めるべきだったのでは。分かっている。我々にはゲイボルグやバレリアハート以外にも力が必要だ。アスラムの未来のためです。